次どこ行くんですか。次は、僕の通っていた中学校、小学校からだと徒歩だと15分20分ぐらい離れた場所にあるんですけど、もうすぐ今もう目の前に。ここは基本でもね、朝もう仕事やってたから朝起きられなくて、友達と行けなくてずっと一人で、これがね裏口なの。細っ。裏口でこっちから入るとすぐ下駄箱があって、うん、一番近い道なんだけど、うん、正門ではない。なるほど。正門はちょっと見たい、ね、正門側行ってみよう。正門逆側、正門はそれこそほとんど俺行ってないね。中学の時に何してたんですか。あの部活とかやってたんですか。一応野球部入ってたんだけど、お仕事が結構増えてきたから、うん、もう一回も行ってないね野球部。え、でも中学の時に事務所入ってたらやっぱワーキャーはなんなん、なんでなんなんだかった。本当に逆に先輩からちょっといじめられてた時期あった。テレビとか出る。あこちら、あ これが正門です。あ、これか。ここから母親が学校終わり迎え行って車で、うん、で隣の島で芸能人やな。そこから電車乗って行った。へこれは正門だと思って。武蔵村山市立第何第2第3 人いなくなったの時間。第3中学校、学校小学校は第3小学校。へえ。じゃあ飯食い行きます。行きましょうか。いいね。ね、これは、思い出の思い出の飯、ラーメン食い行こう。では財布持っていい。お昼ご飯行きましょう。うん、よく行ってたとこ。もう今でもここだけのために帰ってきてるぐらい大好きな、まあ、山中中学校の近くでもあるし、時間的にもまだお昼みんな食べてないのでちょっと行きましょうか。踊ってくれるんですか。いいよ。ありがとうございます。それこそ小学生ぐらいかな。え、そんなに、はあ、幼稚園ぐらいからもしかしたら。あ、じゃあすごい長いね。こちらですね、はい、村山ホッケン。あの、いろんな場所にホッケンってあると思うんですけど、村山ホッケンはまたちょっとね味が近くて、僕は日本一大好きなラーメンです。へー、行きましょう。え、じゃあ結構顔見知りというか。あ、もう知ってる。もう家族で、もう顔、家族ぐるみで知ってる。あ、もうつながりが。すいません、これ撮影ってしても大丈夫ですか。大丈夫ですか。ごめんなさい、急遽なんで。あ、すいません、両側お願いします。お願いばっかりです。すいません、撮っていいですか。両側1枚しかなくて。すみません、急に来ちゃって。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。何を。このラーメン、シンプル、はい、はい、皆さんシンプルラーメンですか。大盛りとかじゃなくていいですか。ラーメンで、ラーメンで。あ、一人だけエビだけ多分大盛りやと思います。はい、すみません、大盛りでお願いします。大盛り4普通だよ。4普通の1大盛り。はい、全部あの麺固めで、はい、スタンプカードは。あ、ね、うん、大丈夫です。はい、すいません。スタンプカードそうもらっといた方がいいんじゃない。いや、あのね、さっちゃんが持ってるから。あ、ごちそうさまです。めちゃめちゃうまい。5人家族で来て、まあ、子供小学生とか小さい頃はあのちっちゃい器もらって、あ、大盛りをみんなで分けて食べて。あ、やばっ、大盛り。あ、大盛り。さっきエビから来た。エビからやん。めちゃくちゃ来ます。あ、いい香り。バイデン大統領は喉取りましたね。バッチリ当たりなんで。はい、行きます。普通で。あれ、普通ってやつででも卵とか入ってんだ。これですね。え、サービスなんです。いわゆる、そう。あなたたち。はい。いただきます。いただきます。見てこの綺麗な黄色い麺。いただきます。
おいしい。あ、これどれぐらいのペースで食べてる。まあでも年に10は来てるだろ。実家に寄らないでも食べたくてここだけに来ることある。でこのね背脂系なんだけど味もコクあってすごいこうなんかコクがあるんだけどあっさりしていて食べやすい。でこの麺がね太麺でもちもちしててスープに絡んでとっても美味しいんですよこれ。最高で、ね、チャーシューもうまいね。他ではこんないいチャーシュー味わえない。やばい、マジで。いただきます。このこってりなんだけどあっさりしてる感じで途中からその前にある辛みを味変で、で結構辛いから。あ、美味しい。でもってるしゅんちゃん、俺一時期毎回大盛り食って一日動けなくなる。僕は何歳ぐらいから通ってんしたの。僕幼稚園とか。幼稚園、え、長いしんちゃん。うん、長い。もともとうちの父親が知ってて、で子供生まれてからも連れてこられて、だから俺血圧高いってこんなこと。一番じゃあ好きなラーメン。日本一。うん。マジでこれを超えたラーメンはない。前にラビットで、うん、ラーメン食べに行った時、ラーメンあるある70、ラーメンマナーが87やったっけ。最初いっぱいしたやる。やろうか。ここでラーメンあるある87やった。おう。ラーメンあるある87位。ラーメン屋さんに入ってスパゲッティが食べたくなるから出る。水ちょうだい、水ちょうだい。これやると美味しく食べれないの。食べました。ごちそうさまでした。あー満足。すいません、ごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとうございました。マジで美味しかった。いやちょっと次ちょっとお腹いっぱいすぎて眠たって帰ろうかなとか。実家帰ろうかな。ちょっとまた違う街行きましょう。武蔵村山じゃないと。どこで内緒。これ自信なくそうやね。今のおもろい。かわいたちチャンネル、チャンネル登録よろしくね。